はい、ではお話を始める前に一つ小話をさせていただきたいと思います。最近見返り美人社内での流行りは、ディレクターを略して呼ぶっていうのがね、皆さん社員の中でも流行ってると思うんですけども、例えば神田ディレクターであれば神ディとか、柴田ディレクターであれば柴ディ、これ誰が考えてますかね。なんか3つあたりが言い始めたのかもしれないですけども、私なんか中ディなんて呼ばれてましてね、なんでだかカナディレクターのことはみんなカナディって呼ばないんですね。まあそんな感じでね、ディレクター4人を、略して呼ぶのが流行っているわけですけども、ディレクター4人、これをねまとめて呼ぶっていうのがね、名称がないんですよね。みんなディレクターたちとか各ディレクターですね。それじゃあ、なんか言いづらいっていうんで、私が勝手に、ディレクター4人の、呼び方ユニット名を、考えさせていただきました。神田の神、柴田の柴、中村の中、金井の金、この4つをかけて、毎度お騒がせボーイズ、うまい、何も変わってないところがねうまいんですけども、そんな、毎度お騒がせボーイズを代表させていただきまして、今日はディレクター代表で、この中D が、お話をさせていただきたいと思いますので、どうか最後まで、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、今日は皆さん思いを伝える研修ということでですね、皆さんの思いを、聞いたわけですけども、感動しましたね。佐藤君の手紙とか、うるっときちゃいましたね。あと鶴見店長もね、動画を作成して、いい出来だったかなと思います。で、今年はですね、おめでたい年で花園店、バランスが10周年、私の働いている高坂店が1周年ということで、おめでたい年、アニバーサリーイヤーなんですけども、私も高坂店で働いてまして1年間、いろんなことがありました。時にはね、泣いたり笑ったり、したこともあります。でですね、今は、ファンのお客様も、リピーターのお客様も、たくさんのお客様が、いらしてましてね、右肩上がりの成長サロンに、発展したわけですね。で、1年間働いてみて一つだけ、奇妙な出来事があったんですね。営業終了後、私と佐藤君が、お店にいるわけですけども、戸締まりをこうして、消灯して、指差し確認をこうして、最後にね、セコも皆さん書きますよね。セコもかけて、30秒以内に、なんとかなんとかでなんてアナウンスが流れましてね、で、佐藤君と一緒に、出口の扉を閉めるんですね。まあ、お疲れ様です、明日も、頑張ろうねなんて、2人で別れるわけですけども、車に乗った時なんか違和感を感じるんですね。こうふとこう見てみると入り口の扉が何やら閉じたり閉まったりしてるんですね。鍵をかけてセコムもかけたはずなのに閉じたり閉まったりしてる。これまずいなと思いましてね、すぐ佐藤君に電話して、あ、お疲れ様です、なんかね入り口の扉がね閉じたり閉まったりしてるんだよねって。マジっすか、おお、マジっすか、俺行きますよ、俺空いてるんで行きますよ、まだ近くなんで、なんつってね、こうやって威勢のいい 男の子はどこにもいるんですね。で、佐藤君がこう来て、2人でこう入り口の扉ずっとにらめっこしてるんですけども、こう閉じたり閉まったりしてる。わかりますか皆さん、わかった方いらっしゃいますか。はい、閉じたり閉まったりっていうのはですね、閉じたり閉まってますので開いてないんですね。なので、まあ、特に企業の、問題でも、何の問題でもないんですね。私こういった言葉遊びが好きでしてね、落語とか、お笑いを、聞くようになったわけですけども、一つだけ皆さんにね、紹介したい、言葉遊びがございます。女子なら皆さん好きだと思うんですけども、占い、今日ね、あの道永さんが私の今日のラッキーカラーの黄色をつけてますね。私もこう黄色の時計を今日つけてきたんですけども、占い見たらラッキーカラーだったんで、つけてきました。まあ、渡辺さんとかね、城口さん、佐藤さん、好きですよね。小耳屋さんなんですけど、奥田さんと上谷さんもね、占いに行ったっていうのをね、聞いたことがあります。でね、100% 当たる占い師さんがいたらどうでしょう。皆さん行ってみたいですよね。そうですね、いるんですよ、 100% 当たる占い師さん。で、 100% 当たる占い師さんもそれなりに技がありましてね、一つの言葉で、二つの意味を持つ言葉をうまく巧みに使って占うんですね。で、私が実際に 占ってみましょう。はい、出ました。あなたのお父さんは死んでいませんよね。はい、死んでないです。すごい、当たった、怖いなんつってね、
死んでこの世にはいませんという意味と、死んでいません、ピンピンしてますよというね、お言葉なんですけども、2つの、意味がある言葉なんですね。サロンワークでも、そういったことがあるんですね。こういうふうにカウンセリングの時ですね、お客様今日トリートメントさせていただいてもよろしいでしょうか、大丈夫です、どっちだよってなりますよね。そうなんですよ、はい、やります、大丈夫ですっていう意味と、いえ、結構です、大丈夫ですっていう意味があります。まあ、皆さんプロですのでね、その辺はコミュニケーションを取っていただければ、何のトラブルにもなりません、なんないと思いますので、よくコミュニケーションを取って、サロンワークを、やっていてください。まあ、ここまでが、落語でいう枕という、なんですけども、ここから、本題に入っていきたいと思います。先日、東松山で、勉強会がありまして、オーナーがね、参加してくれたんですね。その時オーナーが私にボソッとね、一言言ったんですね。最近の若い子はちょっと元気がないね、新人の子も元気がないね、まあ、伊坂君と佐藤さんも入ったばっかりなんですけども、まあ、まだね2ヶ月3ヶ月なんで、これから慣れていくと思うんですけども、私がね大好きなスタッフ、最近注目してるスタッフがいまして、山中君と飛鳥君、私の顔を見るたびニコ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 、まあ、ニヤニヤって言った方が正しいのか、ニコニコしてですね、こう後ろの方にこう視線を感じてましてね、ふっと見ると山中君がこう熱視線をこう送ってですね、私見て、で山中君何っつって、山中君これなのっつったら、いえいえ自分これじゃないです、こっちですって言ってね、やってるわけですけども、飛鳥君もね、自分がこうチェック見てる時にこうニタ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 笑ってるんですね。飛鳥君もしかしてこれなの、いえ自分はこれですってね、ニンニンつってどっかにいつも消えちゃうんですけども、まあ、そんなユニークなねスタッフがいますので、これから見返り自身も、盛り上がっていくんではないかなと思います。でね、先日今日の金井ディレクターのキャッチコピーを考えてくれって言って、今日時間がなくてできなかったと思うんですけども、先日前提にメールがありましたよね。でなかなかねこのキャッチコピーを考えるのって難しいんですよね。あと人の名前とか物の名前難しいんですよね。で私もね子供ができまして、子供の名前っていうのがねやっぱ難しいんですね。皆さんご存知の通り、オーナーマネージャーのご子息、2人いるんですけども、マサト君とチサトちゃん、こう共通点があるんですね。こう2人とも里がつくんですね。多分私の推測では、大里郡出身だから里ってつけたんじゃないかななんて思ってるんですけども、あと、神田ディレクター男の子4人ですね、ゆうきくん、こうきくん、ひなたくん、まなとくん、ね、男4人いて、神田ディレクターって5人なんですけどもね、まあトランプで言えばロイヤルストレートフラッシュっていうんですかね、まあ、ケーブルをねこうつないでいただければこう同時に桃鉄とかできちゃうってね、そういうメリットがありますよね。あと金井ディレクターは金井一馬くんとゆうなちゃん、いい名前ですね、皆さんいい名前つけますよね。金井一馬くんは KK ですね、イニシャルで、こう清原桑田みたいで、一人で PL 学園みたいなね名前なんですけども、まあ、ぜひ甲子園を目指していただきたいと思います。あとゆうなちゃん、私の姪っ子にもゆうなちゃんっていうね女の子がいるんですけども、昔聞いたことあるんですけど、沖縄の、言葉なんですね、ゆうなの花っていうね言葉があるんですけども、いい名前だなって思います。あとですね、鶴上店長、先日2人目が生まれたんですけども、司くんとこうくん、鶴上っていう字がなかなかねややこしい感じなので、こう書き順が多いんですね。でこうパソコンで打つと鶴上って一発じゃ出ないんですよね。でまあ鶴食いって変換すれば出るんですけども、まあ、下の名前だけはシンプルにって言ってね、鶴上店長のこの親心がね名前に現れてますね。はい、そして、まあ見返り順で言うと、茂木店長と茂木ちゃんのね名字がかぶっちゃうんで、茂木ちゃんがなぜか茂木プロなんてね最近言ってますけども、見返り美人グループも、お店が9店舗ありましてね、これオーナーが一生懸命考えたいい名前なんですね。花園店であればバランス、南山であればルービック、東松山店はフラッシュ、いい名前ですね。こうね電話取るときなんかね、みんなこう言うんですよね、プルプル、お疲れ様です、ルービックの茂木ですけど、ね、かっこいいですよね、なんかルービックの茂木って言ったんですね、こう誇りに思っちゃってるとこがかっこいいですね。お疲れ様です。イマージの梅沢ですけどね。梅ちゃんもこう言いたがるんですね。でも梅沢って一人しかいないからイマージって言わなくても分かっちゃうんですけどね。プルプル。お疲れです。プロフィールの金井ですけど。営業終了しましたですね。金井さんもこうハーハー言って、一生懸命、常に一生懸命だからこうハーハー言っちゃうんですけど、
もしかしたら金井ディレクターの D はドッグの D じゃないかですね、最近思っちゃうんですけど、こういった感じでこう皆さんバランスとかルービックフラッシュとかあるわけなんですけども、私の働いているピオニー店、これはねオーナーがすっごい頭を悩ませて考えた名前なんですね。1ヶ月ぐらい考えても決まらなくてですね、ついにはこう店長全員を呼び出して、店長会議をするんですね。来月1ヶ月後に控えた、高坂店のオープンなんですけども、名前が決まらないんで今日、集まってもらいました。あ、ちょっと中村君初期を、やってもらっていいですかね。はい、ということで、みんなにこう聞いていくんですね。じゃあ神田ディレクターとか何かいい案ありますかね。ジュゲムってどうでしょうか。それどういう意味でしょうか。ことぶき限りなしって書いてジュゲムなんですけども、どうでしょうか。いいですね、このディレクターいいですね。これでジュゲム、高坂店ジュゲム、これいいですね。じゃあ柴田ディレクターとか何かありますかね。美容師は技術職なんでですかね。しばらく何もないのっつってね、五行の擦り切れとかどうでしょうと。どういう意味それは。これは、天女が空から舞い降りてきた時に羽衣でこう山を削ったのがおめでたいって言って、五行の擦り切れってあるんですけど、おいいですね、柴田さんいいですね、センシティブですね、いいですねっつってね、いい案を出すんですね。茂木さんとかない、なんかないですか。やっぱりこう、やっぱりこうですね、口癖がやっぱりこうなんですけども、海砂利水魚とかどうでしょう。それは茂木さんどういう意味なんですか。海砂利水魚っていうのは、海に砂利、砂、魚が豊富にあるっていう意味なんですけど、どうでしょうか。おいいですね、茂木さん、こうフックにこう引っかかりますね。いいですね。じゃあ鈴木くんなんかなんかないですか。あ、おな、荷物持ちましょうかですね。いつもこう鈴木くんは気が利くんですね。こう誰よりも先にこうオーナーマネージャーの荷物とかね、自分がこう気分に行くときとかドアを開けてくれたりとか、アシスタントの声にね気が利くって、店長なんですね。鈴木くんなんかないの。ポンポコビーのポンポコナーなんかどうでしょうですね。鈴木くん、それじゃ鈴木くんのお腹じゃないんだからなんですね。そうやってオーナーがこうどんどんみんなに聞くんですね。で、皆さんご存知の通り、オーナー、いいものは何でも取り入れるんですね。で、新しいものとかどんどん取り入れて、先の、レジアナポップ、皆さん先ほどやりましたよね。こう皆さんがこう一生懸命書いたのをこうスキャナーに一枚一枚取り込んで、ドロップボックス、 N ドライブにこう入れてくれるんですね。で、一生懸命書いてくれたからって全部採用してくれるんですけども、こうやってみんなにこう聞いてって、まあ、最終的にこうマネージャーに行くんですね。じゃあマネージャーなんかいいのないんですか。ピオニーでいいんじゃありませんですね。マネージャーがこうピオニーって案をね、あっさり出しちゃうんですけども、それでもオーナーがこうみんな一生懸命考えてくれたってね、最終的にこう全部つけちゃうんですね。なので、高坂店の正式名称は、ジュゲムジュゲム、五行のすり切れ、海砂利水魚の水魚松、雲来松、風来松、食う寝るところに住むところ、やぶら工事のぶら工事、パイポパイポパイポの修林岩、修林岩の偶林台、偶林台のポンポコピーのポンポコナーの長久名の長助、ピオニー高坂店ですね。すごい名前になっちゃったんですけども、オーナーもね、新しいもの流行りが好きですのでね、このカンディーとかね、シバディーみたいにピオニーって訳しちゃうんですね。いや、やっぱそこはうまいですよね。で、私もこう初期をやってて、せっかくこうみんなが考えてくれたって言ってね、もったいないんで、お店の至るところのロゴにジュゲムジュゲム五行のすり切れ、ちっちゃく全部に書いておきましたので、今度ねピオニー高坂店に来た時にはね、ぜひこう見てみてください。ロゴもこうちっちゃく書いてありますので、そしてですね、せっかくなんでついでに入り口の、扉も見てみてください。時たま扉が閉じたり閉まったりしてるんです。